どうもポットです。そうですね、あんまり喋ること考えてなかったですあまり時間がないようなのですけどね、はい。のんびりしてっていただけたらなと。なんかほとんど見した顔な気がしますけど大丈夫ですかね。さあ、じゃあ1曲目、大丈夫ですか。すいません、じゃあ1曲目、すいません、初音ミクの曲から1曲だけ入りますので、天の弱点してました。別に君のことなんて考えとんなんかいないさ。いやでもちょっと本当は考えてたかもなんて、メモリーゴーランみたいに回る僕の頭の頭もうるさ。この両手がこぼれそうなほど君にもらった愛をどこに捨てよう。限りのある証拠見えちゃってるんだ。僕が知らないことがあるだけで気が狂いそうだ。辛さがあった感情が綺麗なのか汚いのか僕にはまだわからず、捨てるあてもないんだ。言葉の裏の裏が見えるなんて待つからさ、待つくらいならいいじゃないか。進む君と止まった僕の縮まらない月も涙埋めよう。まだ素直に言葉にできない僕は天性の弱虫だ。この両手からこぼれ愛を誰に譲ろう。そんなどこにも当てがあるわけないだろう。まだ待つよ。もう一回ありがとうございます。一郎さんのビッグの本日の漫画のことをご紹介させていただきました。さてですね、なかなか寒くなくなりましたので、皆さんもね、風邪をひかないように気をつけながら聞いていただけたらなと思います。さてさて、ちょっと待ってね。さあ、もともとはですね、僕だけが弾き語りやったんですけど、なんか知らんけど前のねバンドもね弾き語りになっちゃったところで、この曲をやろうかなと思ったんですが、この曲を後回しにしちゃおうかなと思います。ちょっと待ってくださいね。弾き語りのですね、一番いい利点というのはですね、あれですね、曲順を好き勝手に変えれるってことですね。そんな感じで、特にそんなに利点じゃないかな私、ミクの曲やったりしてるんですけれども、ニコ生放送やってます。多分皆さんもね、ほとんどしてるから見知った顔なので、一応ですね、告知しとかないとね、ダメなんですけれども、
CO300797 っていう形でね、コミュニティ番号になってますので、ぜひね、家帰って皆さんニコニコ動画で登録してってください。お願いします。大体30分一枠で弾き語ってますので、よかったらねコメントいただけるとありがたいです。そんな感じで次の曲に行きたいと思います。次初音ミクとか全く関係なくて、スターダストレビューというね、ちょっと、おじさんたちのバンドなんですけれども、その方の、いろんな方がカバーされてるんですけど、木蓮の涙という曲を。I'm not the one who's lost.
とですね、なかなか早いもんで、次にやるところが最後のデビューになってしまいます。ですね、多分少しだけ時間負けたかなと思ってるんですけども、あと3分です、短いですね。ではですね、最後の曲、出していただきたいと思います。最後の曲、最近書いたオリジナル曲になります。よく聴いてみてください。ポットでした。ありがとうございます。I'm not afraid.
欲しいだけそれでも隣で笑うあなたは遠くあなたは遠くあなたは遠く ありがとうございました。ポットでした。